こんにちは。私はシンガーソングライターとして活動しております、佐々木千佳と言います。よろしくお願いします。今回はるさんに紹介していただいて、つないでいただくことができました。はるさん、どうもありがとうございます。自分のライブだったり、あと楽曲提供のお仕事だったり、いろんな形で音楽を作って発信しています。普段のライブは、バンド編成だったり、ギタリスト、そしてピアニストの方とデュオ編成だったり、あとたまに自分もギターを弾き語りして歌ったり、いろんなスタイルでライブをさせていただいております。音楽を作る上ですごく大事にしていることは、楽曲制作がすごく好きなので、毎日毎日たくさん曲を書くんですけれども、例えば歌いたいことが降りてきたり、言葉が降りてきたり、メロディーが降ってきた時に、忘れてしまわないように、すぐその瞬間瞬間を大事にできるように、ボイスメモでこう録音していつも曲を取りためています。あとは、歌が、自分の思っている想像している音だったり、メロディーを想像したまま素直に歌えるように、普段腹筋とかプランクをして、体幹のトレーニングをしてスタミナがある状態で歌えるように毎日日々鍛えております。YouTube などに佐々木千佳の楽曲、バラードも、体が動くようなダンサブルな曲もいっぱいありますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。今日はダストという曲を、聴いていただいていると思うんですけれども、私ダンスがすごい好きなんですけれども、踊り出したくなるような夜のイメージで作らせていただきました。最後まで聴いていただくと、後半すごくグッと心がつかまれるような転調の部分が待っているので、ぜひ最後まで聴いて一緒に楽しい気持ちになっていただけたらなと思います。君以外他に何もいらないよって言えるなら可愛かったかな。ああ嘘をつく唇は決まって愛おしい、君を一層輝かせる時計の針をあの頃に戻してみても、何も変わらぬあの頃のまま巻き戻るだけ。大体の愛は辛くて、都内いろんなところでライブをしているので、ぜひぜひこちらもみんなチェックしていただけたら嬉しいです。そして私もおすすめのアーティストを紹介させていただきたいと思います。尊敬するアーティストと言ったら、この人が一番に思い浮かびました。シンガーソングライターをしています、佐賀県出身、森ゆめな。ゆめなはですね、プライベートでもすごく仲良しでお友達なんですけれども、本当に友達とか関係なく、見ている人全員を元気に明るい気持ちにさせてくれる、すごいパワーを持ったステージをしてくれるんですよ。歌だけに限らず、お芝居をしてみたり、こう踊ってみたり、ヘッドセットをつけてこうライブをしてみたり、本当に一味違うライブが楽しめるパワフルなシンガーソングライターです。私自身も彼女のファンで、ライブを見たり歌を聴いたりすると元気をもらって私も頑張ろうという気持ちになれます。最近はコロナのせいで落ち込むこともあると思うんですけれども、みんなも元気になるんじゃないかなと思って、ゆめなを紹介したいと思います。皆さんぜひ次も楽しみにしていてください。それではまた元気に会いましょう。佐々木千佳でした。バイバーイ。